侍たるもの男気が肝心、武士は食わねど高ようじです。早々に刀が欲しいですな。美しい刀場の剣が。その節はごちそうさまでした。身も心も捧げ一生お使いいたしますわ、ご主人様。これももう増えることはないんだ。そういや父さんと母さんはこの世界の出身だっけ。この世界を旅しながら。私は夜のオスクニの支配神ツクヨミ、汝を勇者として異世界の女神に引き渡すために参った。確か腹部です。狙うのは困難ですが。ありがとうございます。まずは目から。実はこっちの世界、魔族やら精霊が好き勝手始めちゃってさ、私のヒューマンたちが大ピンチなのよ。で、あんたを呼んで手伝わせようかと。拘束の詫びに幽谷宴を開く。その前に我らの師匠を紹介したいのだが。若様、我を、いえ私を従者の末席に加えていただき御礼申し上げます。残念だったな。レンブラントなんかに関わらなきゃこんな目に遭わずに済んだのによ。そちらのお二人が追い払ってくれました。何せレベル1000超えだそうでして。あの笑える物体は何？お話にならない技量と立ち回りなのに基本的な性能が変態よ。お待たせしたね。準備が整ったので移動願えるかな。妻に薬を飲ませようとしたら激しく抵抗してね。よろしいですか。その通りでございます。お初にお目にかかります。エルダードワーフのベレンと申します。とりあえず吠えとけって啓示が。私から。話も聞けてないのに無理。エイミングの特殊効果なんて。不思議ね、あなたからは欲や執着を感じない。ありがとう。っていうかお兄ちゃん、いくら金持ちの若さまでも馬車の運転ができないなんて。飲んでますか。ささ、もっと飲みましょう。食べましょう。ええ、抽出の工程が特殊な以外難しい先生ではありません。はい、旦那様が。ではまず基本から。いでよ、炎の核となる火種ブリッド。